はい、どうも、タクタクです。今回はドラゴンクエストモンスタースーパーライトの福引き動画となっております。で、今回はね、みんなが本当に待ちに待った地図福引きスーパー魔王フェス。こちらはなんとですね、ちょっと読んでいこうか。地図福引きスーパー魔王フェスが登場。地図福引きスーパー魔王フェスでは、ランク S モンスターの地図提供割合が通常時の2倍。まあ、パズドラで言うところのゴッドフェス的な感じなんですかね。なぜ他のゲームを出したっていう話なんだけど、まあ、そんな感じでしょう。で、さらに、魔王系モンスター、竜王、ランク S、ハーゴンランク S、バラモスランク S については、通常時に比べて、一層地図提供割合がアップしていますということで、僕はね、この、今一番上に出ている、竜王。竜王には苦い思い出が、たくさんある。もう早く、この竜王が欲しいって、このね、ドラゴンクエストモンスターズスーパーライトが、僕、当日からやってるんですよ、この、リリースされた当日からね。なんで、この時からもう、竜王欲しいなって言ってるんだけど、未だにゲットできてない。で、さらに、ハーゴン・バラモスの提供割合も上がってますよ、ということで、お、見て、ランク S、6%! すごい。これはいけるんじゃないかっていう。まあね、他にも上がってるみたいですよ。ランク S のモンスター。ちょっと、ここは今回はちょっとよく見ていこうか。ランク S のモンスター。竜王、ハーゴン、バラモス、グラーゴン、バルザックスじゃなかったっけ？ブラックドラゴン、鉄球魔人、ヤマタノオロジ、ヘラクレイザー、サソリアーマー、ローズバトラー、ベリアル、黒騎士、レオコーン、ワイトキング、デスピサロ、エスキラーマシン、ドラゴンゾンビ、極楽鳥、地獄の騎士、ヘルミラージュ、悪魔神官、スライムマデア、ブルーファング、地獄の野江、グレートライドン、ゴッドライダー、大魔神、キングリザード、クイーンローズ、ナイトキング、ヘルバトラー。全部読んじゃった。これが、ランク S の、詳細になってますね。で、今回ね、本当はね、今回見逃そうと思ったんですよ。見逃そうと思ったんだけど、まずね、中にね、僕の狙っているスーパーキラーマシーンが入っているので、ちょっと今回はやっぱ引こうっていうことと、何よりね、まあ、初めてのね、キャンペーンというかイベントなんで、まあ、参加しようということで、今回は、まあ、宝石を Google プレイで夏にやっていたですね、ペプシネックスに100円分の Google プレイコードがついてくるっていうのを僕50本買ったんですよ。で、それちょっとジェム、その Google プレイコード貯金をすべてはたいてジェムを買ってきました。6060個今ある。だからもうね、これはもう全身全員もう下手なこと言うのやめよう。はい、全身全霊を込めた福引きになっております。こっちはないんですね。あの幼女の幼の字を幼いに変える。なんでもないや。魔法フェス行きましょう。行きましょう。地図福引きスーパーを引く。で、1回ずつね、引きません。10連続でいきます。なんで、合計2回チャンスがある。20回引きますよ。よし。でも、ジェム取っといて、竜王引いた時にさ、ジェム取っといた方がいいんじゃないみたいな気もするから、一発で引いたらちょっと考えるか。いや、でもまあ、毎日やってればね、いつかジェムなんか手に入るしね。いや、全部引こう。行くぞ !10 連続はい、あー、頼む。今回こそ、竜王、本当に、お願い。本当にお願いします。お願い、頼む。あれ、金一つもないんじゃない？おい、なんだそりゃ！絶句や。絶句や。え、ちょっと待って。一回戻ろう。ボックスは今さ、ちょっと戻ろう。え、魔王フェス行ったよね、今ね。お、ちょっと待って。おかしいぞ。おかしなことになってるぞ。いや、マジかー。いや、でもさ、違うんだって。これは、お膳立てですよ。この2回目にすげえ確率で竜王を引くっていう
確率をまずはこう前の方でね、全てこう下げておいて、その C とかが出る確率を下げておいて、こう2回目の10連続で一気に S 引くっていう確率を上げているチャージ的なやつですよ。行くぞ、もう一回。よし、ラスト、頼む頼む。もう竜王とだけ言わない、もうほんと頼むから。もう企業がなってきたな最低でも S1 枚でも引いてくれ、頼む。竜王、ハーゴン、バラモス、もう何でもいいや、頼む。できれば竜王がいいです、お願いします。本当にこれどうしよう。ちょっと今ハンドルのとこタッチしたから、今度はちょっとワタボーのとこをタッチしてみよう。はい、お願いします。お願い、頼む頼む。金、あ、金出た。とりあえず金が1個だけ。なんでやメラリゾート しかも2回目、2個目や。終わった、俺の魔王フェス。俺がさ、竜王に出会える日は来るんですかねいやー、これならアンケートフェス、アンケートの方がよかったアンケートでいいの引いたから。いやー違うよね。うわー悲しい。ちょっと魔法の地図見ますか。入試順、うわー泣ける。俺の夏一生懸命こう、まあ、どうせ飲むならコーラも好きだし、ペプシネックスいっぱい飲もうっていっぱい飲んだあの日々は何だったのかね。そしてなんか違うゲームを買おうって思ってたこの悲しみマジかマジかもう何も出てこないわ、言葉が。ちょっと分析しよう。ピエロ、いや使わないな。ガメゴンはいっぱいいるし。うわぁ、ほんまこれ、完全敗北や。完全敗北や。いいモンスターが。地獄、なんだっけこれ。地獄の使いだっけ。もうすでに、一体ちょっと、いるんだけど。唯一の金が、今確かねボックスにいた気がするんだよな。いないか、いないわ。あの地獄の使いだったっけか、あれだけだな。マジかいやーちょっともう悔しいから、この動画を見て魔王フェスやったよっていう人の結果を自慢げにどんどんコメントで書き込んでくださいいやマジか。せめてスーパーキラーマシーンが欲しかったな。スーパーキラーマシーン、あと1体、まあ、キラーマシーンでもメタルハンターでもいいんだけど、星4にできたのに、それすらも叶わないこの悲しさ。わあはい、もう後半は俺の悲しみにくれることしか喋ってませんけど、僕の魔王フェスはこれで終わりです。マジか、本当にね。でも今日ゲットした地獄の使いとか、あとはね激しい雄たけびのプラスをつける、なんだっけな、この人ギャオースとかも入っていたような、まあ、進化させればだっけ、あれ激しい雄たけび入ってたっけな、まあ、いいや、ちょっと、うん、使い方考えながら使いたいと思います。というわけで今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。何か皆さんのゲットしたモンスター、あと何回引いて何が出たっていう、できれば詳細のコメントをお待ちしております。はい、では次の動画または違う動画でお会いしましょう。ではまた。動画を最後までご視聴いただきありがとうございます。
タクタクのチャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録をお願いします。スマートフォンの方は動画の下のこちらのボタンをタッチ、パソコンでご視聴の方は動画下のこちらのボタンをタッチしてください。タクタクは合計3チャンネルを運営いたしております。フリーゲームを実況するタクタクチャンネル、いろいろなゲームを実況するタクタクチャンネル2、顔出しをしているタクタクの日常チャンネル、今ご紹介した3チャンネルの詳細は動画説明欄をご覧ください。またツイッターもやっておりますので、更新情報やタクタクのつぶやきに興味のある方はぜひフォローをお願いします。それではまた違う動画でお会いしましょう。ではまた。